さあまずはポールシッターが今ゆっくりとダミーグリッドにマシンをつけました。続いてゆっくりと各ライダーたちがダミーグリッドに入ってまいります。さあそれではご紹介いたしましょう。2016シライト TT93 ライディングスポーツカップ第1戦エンジョイクラス決勝グリッドです。まずはポールシッターゼッケン63番、もうサイドカーでおなじみです、チームサイドカー飯島徹、マシンは RD90、非常に懐かしいマシンをお持ちいただきました。ヤマハの空冷2ストローク担当 90cc のマシンです。2番グリッドからはゼッケン88番、井出祐希ゼロ式、マシンはシグナス。3番グリッドゼッケン64番、篠宮浩二ラッチガレージ CB90、非常にクラシカルなスタイルのマシンであります。そして4番グリッドゼッケン1番山口京介、マシンは YSR。 さあヤマハのですね2ストローク短気筒が2台、フロントローに並びました。そして2列目、 5番手グリッドからはゼッケン2番川口洋賀、マシンは G ダッシュ、こちらも非常に懐かしいマシンですね。さあ以上5台のマシンがグリッド、ダミーグリッドから1周のウォーミングアップラップに入ります。それでは続いて行われます決勝レース、お呼び出しをいたします。続いて行われます決勝レースはチャレンジクラス、チャレンジクラス決勝です。チャレンジクラスにエントリーのライダーの皆様、まもなく公式となります。一方な内容、しかしながらレースというものを楽しんでみたい、そういった方に向けられたクラスであります。ぜひともですね、ミニバイクレースに興味があるという方、お友達とお持ちの方はですね、ぜひともここシライトスピードランドにお誘いいただいて、このレースを見せていただいてですね、まずはレースに出てみようという、そういった気にさせてみていただきたいと思います。さあ5台のマシン、全てのマシンがロックオン確認です。まもなくシグナルレッドがシグナルに火が灯るものと思われます。コントロール隊長レッドラックが隊長、シグナルレッドからブラックアウトを各ライダー一斉にスタート。ホールショップは64番だ。アウトランからホールショップは63番、インスパイコーティーですが、山口がいいポジションにつけている。山口が3番手。さあ飯島と篠宮がちょっと接触しそうになりましたが、ここで第3コーナートップに立ったのは山口、山口京介がトップ。2番手飯島、3番手に篠宮、4番手に絶景2番川口、そして5番手には88番です、88番の井出という形になります。さあ井出は2番手スタートだったんですが、ちょっとスタートを失敗したが、しんがりからの追い上げを強いられております。トップに立ったのは絶景1番の山口京介、マシンは YSR、 2番手には飯島徹、3番手に篠宮といったオーダー。さあ2番手3番手が非常にクラシカルなバイク、いや実はトップのですねゼッケン1番、山口のマシンも YSR という非常に懐かしいマシンであります。外装は新設定を使っていますが、中身は YSR です。さあ山口、飯島、篠宮、そして川口、さらに何か、あ、ブラックが出ておりますか。64番にブラックが出ておりますね。64番の篠宮にブラック、あ、こちらジャンプスタートです。さあジャンプスタートという判定がなされました。ゼッケン64番、篠宮はジャンプスタート、現在3番手でありますが、ここから大きく、おっとここで転倒、おっと2台巻き込まれた、1台が巻き込まれた。さあ川口が転倒したというところに、こちら井出が巻き込まれてしまいました。さあブラック、64番ブラックです。トップ争いは山口、そして飯島の争いとなっております。ソックスカーブ、井出はどうやらダメージ大きかったようですね。井出のダメージが大きかったようです。さあ転倒しているライダーの横をトップのマシンが駆け抜けていきます。トップ山口は変わらず、2番手飯島、3番手篠宮。さあそして転倒を喫してしまった川口と井出は残念ながらこのままレースを終えてしまうのか。さあ64番の篠宮に対してブラックブラック、こちらはなされておりますが、ピットスルーとなります。ゼッケン64番篠宮はピットスルーという形になります。
さあジャンプスタートの最低が出ました。64番シノミヤは気がついていません。このまま行きますとシノミヤ失格という形になります。トップ山口変わらず2番手飯島、3番手篠宮でありますが、篠宮は、ジャンプスタートの最低が出ておりましてピットスルーを強いられております。周回数現在4周を終えまして残り周回は9周となっている。さあやはり篠宮見ていませんね。さあトップを争います。ゼッケン1番の山口が先、山口を先頭に最終コーナー立ち上がってまいりました。そして64番篠宮はこの周回もピットに入ってまいりません。このまま行きますと残念ながら篠宮失格という形になります。第3コーナーでちょっとミスをしたがゼッケン1番の山口、しかしながらまだ63番飯島は山口をかわすという射程圏内には抑えておりません。トップ山口、そして飯島がインから立ち上がってくる。さあホームスレート上飯島が前に出た。さあやっとここで篠宮ブラックブラックに近づいています。おっと第3コーナー山口が飯島のインに無理やりなマシンをねじ込みました。見事なパッシング。さあまだまだジュニアライダーというところではありますが、やはりレースを戦うですね、その意気込みは奥は顔負けと言っても過言ではありません。ご紹介している通り63番飯島はサイドカークラスでですね、サイドカークラスをはじめとしてこのスライドスピードランドのレースには何度も出場しているライダーであります。さあそのライダーを押しのけて見事トップの座に再び立ちました。さあ山口一瞬後ろを振り返りまして、飯島との間合いを測ります。さあやっとここで篠宮ピットに入ります。ペナルティ64番、篠宮はここピットスルーとなります。ピットスルーです。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースはチャレンジクラス、チャレンジクラス決勝。じゃあおっと危ない、63番ソックスカーブで飯島が転倒、あわや転倒というところ、なんとか持ちこたえましたが前を走ります山口の差がここで開いてしまいました。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースはチャレンジクラス、チャレンジクラス決勝です。チャレンジクラスにエントリーのライダー皆様、一方ではウェイティングにお集まりください。さあ周回数は9周を終えまして残り周回は4周となりました。エンジョイクラス決勝第3コーナー、再び山口に対して飯島がその間合いを詰めてまいります。さあ今一瞬山口が後ろを振り返った、飯島が来ていることが分かっているはずです。さあ飯島としてはこれから山口に対してプレッシャーを与え続けるというのはどういうことでしょうか。どこで仕掛けるか、残り周回は4周です。ソックスカーブ進入、イン側のラインを取ります飯島。一方で山口、非常に深いインアングルを見せましてソックスカーブを立ち上がってダンロップ地点に飛び込んでいく。まだ順位の変動はありません。
さあ右手の動きが大きくなる山口、おっとホームスレットちょっと接触して食べましたが、石から飯島が抜いていった。絶妙なパッシング、これでは山口もですねアクセル開けることができません。第3コーナーをくるりと回りまして飯島、山口とオーダー。さあ一方でですね遅れました、ペナルティーを食らって大きく遅れてしまいました63番の篠宮が今コントロールラインを通過トップ。そして3番手篠宮のタイムディファレンスはかなり開いております。さあ篠宮と、山口のタイムディファレンスは49秒044、1周をですね1周に満たないぐらいのタイムディファレンスとなっております。さあ残り9回は2周となりました。ここに来て飯島やはりですねペースをしっかり落としていたのか、後続2番手山口を置いてきぼりにしております。第3コーナーをくるりと回ります。おっと山口インガーの足が外れてしまった。さあジュニアライダーにとっては長丁場13周というですね周回数はつらいか。おっとやはりここでもまたもや、またもや挙動を乱します。山口ライディングスポーツ看板前を抜けましてダンロップ地点に飛び込んでいくゼッケン63番の飯島。やはりこの辺がですねレース巧者といいますか、 ミニバイクレースだけではなくサイドカーでも戦っていただけの才能といいますか経験がある、あると言えるでしょう。さあ最終ラップファイナルラップに入りましたゼッケン63番飯島、そして2番手にゼッケン1番の山口。飯島に抜かれてから少々ですねミスが目立っております山口。残り周回1周という中でこの差を詰めるのは非常に厳しいか。あやはりですねちょっとペースを落としているようですね山口は。無理をせずに2番手のポジションをキープしようというそういった作戦でしょうか。一方でトップを走らす63番飯島は先ほどの周回なんと47秒152ファーストスラップを叩き出しております。最後の1周前にファーストスラップを叩き出す飯島、やはりですね持っているもの持っていたということでしょう。さあ最終コーナーを立ち上がってきた63番飯島、今左手を上げてのチェッカー。周回数13周を戦い切りました。そして2番手一歩及ばず、序盤はレースをリードしていましたがやはりですねレースの厳しさというのはこういうところで出てくるのでしょうか。経験がまだまだ浅いということもあります。ゼッケン1番山口京介、しかしながら今後は楽しみなライダーであります。さあそして今大会 CB90 という非常に懐かしいマシンを借りまして当レースに参加してくださいましたゼッケン64番篠宮浩二、ラッチカローズ今チェッカーを受けます。3番手以上全てのライダーがチェッカーフラッグを受けましてエンジョイクラス決勝レースが終了。そして勝者にのみ許されたこの喜びの瞬間、日照旗を持ちましてのウィングラン、皆さんパドックの方に入りましたら盛大な握手で迎えてあげてください。山の2ストローク単勝フレーマシン RD90 を使いましての